こんにちは、皆さん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は私がアナスタシアさんのツアーに参加します。よろしくお願いします。アナスタシアさんはどれぐらいここに住んでいるんですか？そうですね、もう十何年ですか？13年ですね。13年。13年。そうそう、よかった。13年もここ、金沢ですね。はい、そうです。金沢に住んでいるので、日本語ペラペラです。ありがとうございます。はい、本当にペラペラで。今日はアナスタシアさんが金沢を案内してくれるので、皆さんも一緒にね案内してもらいましょう。はい、ツアーが始まる前に着物をレンタルしました。着物がたくさんあります。私も選びたいと思います。これかこれかどっちにしようと思っていますが、こっちにしようかな。あ、かわいい。これかわいい。帯もたくさんあって、この着物に合う帯を探していますけど難しい。やっぱり猫が好きだからこれかな。これだな。この組み合わせにします。ちょっと変ですけど猫が好きなのでいいです。これでカバンも選べるそうです。すごい、カバンもたくさんありますけどどうしたらいいんだろう。です。で、着物も来ました。はい、はい、着物も来ました。兼六園ですね。はい、今兼六園の入り口のところにいます。今から兼六園内をお散歩して、これは金沢の名物ですかね。ですね。金箔が乗っているソフトクリームです。なんと1000円もします。美味しいのかな。兼六園の中をお散歩をしてぐるっと回ってここに出てきて、今度は芸者さんとこういうお茶屋さんに行って、まあ遊ぶ。こういう鬼会はね、今お座敷ですね。こういうところで遊んでいたんですね。お姉さんと、お姉さんと、そう、もちろん男性だけです。セットで遊べる兼六園だったんですね。そうですね、まあそれはもう殿様時代が終わった後ですね。殿様時代はもちろん兼六園は殿様とすごい偉い人しか入れない、入れなかったけど、うん、そうです。それが終わった後はまあこんな感じ、遊ぶところです。昔はここでとても大事な話をしていたので、それが聞こえないようにこの滝を作って音を消すためにこの滝を作ったそうです。聞こえますか。秋の兼六園もとても綺麗です。みんな着物を着ていてとっても可愛いです。皆さんはタイからいらっしゃった方です。でも日本語は分かりますか。みんなタイ、日本語は分かりますか。分かりますか。分かりますか。日本語分かります。ちょっと着物を着てみてどうですか。どうですか。苦しくないですか。ちょっと苦しいよね。今からお昼ご飯を食べます。みんなですごい素敵なところに来ました。
ここは国際交流サロンというところで、昔のお家ですね。とっても素敵。ここでご飯を食べるんですね。ここです、石川国際交流サロンという場所ですね。この部屋でみんなでお昼ご飯を食べます。すごいお弁当をアナスタシアさんが用意してくれましたですよね。朝からおにぎりを握って、ご飯を食べてめっちゃお腹いっぱいになりました。ここはどこの部屋もとても綺麗です。アメリカ人の方に聞いてみようと思います。 So in Fukui, we learn kimono. Yes. あ、そうなの? We started to learn kimono. And it's interesting to get to wear kimono and take a tour. So I've only been to Kanazawa maybe 3 times.But never with a tour. So it's nice to know the history behind it. And I've never walked around in a kimono before either. どうですか? Oh, I like comfortable? It. Comfortable? I think it's pretty comfortable. Maybe a little tight, but it's okay. ありがとうございます。Thank you. やってます。猫ちゃん可愛いです。そう、可愛い。本当に。金沢城公園に行きます。アナスタシアさんの説明聞かなきゃ。So we are going inside the castle park. さっきは兼六園にいましたけど、今はここに来ました。金沢城公園に来ました。これは昔のお城の地図ですけど、今はもう全部焼けてありません。ここにはお城があったんですけど、今は燃えてありません。奥さん、そう、殿様は奥さんが、まあ、一人いました。いますけど、大事な奥さんは一人いますけど、その奥さんは、ここには住んでいませんでした。ここには。どこに住んでいたかというと、江戸に住んでいました。それは、人質といって人質といって、まあ、ホステージですね。ホステージとして江戸に住んでいました。だからここにはいませんでした。これはお城の壁です。これは鉄砲を撃つための窓ですけど、バレないようにこういうものをここにつけて隠していました。うん、壁の後ろに回ると、わあ、中はね、ちゃんとこうやって広いんだこれは梅の花なんで梅なんですか？好きだけど、梅はあの前だけのカモンシンボル、マークです。前田ファミリー、前田家のファミリーシンボル、カモンと言いますけど、それがこの梅の花でした。アナスタシアさんはガイドのお仕事をしています。はい、ガイドの仕事してます。日本語、ロシア語、英語、すごいねだから皆さんも金沢、石川県よね。アナスタシアさんに声かけてください。連絡したら案内してくれますからね。案内しますよよろしくお願いします。切手門に来ました。紅葉がとっても綺麗です。このモミジがとっても綺麗な色になっています。ほら、赤色になってとっても綺麗です。玉泉院丸に来ました、アナスタシアさん。はい、玉泉院丸に来ましたよ。玉泉院丸。
とっても綺麗ですね。金沢にはお庭がたくさんありますよ。あっち、あっちはね、小山神社、今は小山神社だけど、昔は金谷でと言って、なんか女の人、まあ、お殿様が寝るところですかね。お殿様が寝るところがあそこにありましたから、後で行きましょうね。二の丸っていうのは、あの上にありますけど、そこでお仕事をして、そしてこのお庭に降りてきて、そして向こうには女の人がいるところがあるんですね。はい、ここがネズミタモン、あれですね。ここからガーデンから女の人とか子供がいる、まあ、お殿様がね行くところなんですよ。あと、マウスが女の人の意味もあります。だからこれを通って向こうに行くと女の人たちに会えるから、ね、このゲートを通ると金谷で丸っていうここに女の人がたくさんいるんですけど、そこに行けるから、だからね、ネズミが多いもんなんですよ。お殿様たちはこのネズミタモンを通ってこの橋を通ってあちらの女の人たちがいるところに行きました。これですね、金谷で丸、今はもうありません。Housing for retired lords. Here's other members of the lords family was built. 女の人がいた金谷で丸は今はもうありません。今は小山神社があります。小山神社に面白い門があります。この門もとても古い門です。見てください。お城の中にありました。もともとはお城の中にありました。金沢城二の丸の門です、昔は。え、そうなの？そう、門で二の丸の門、危ないな。ここ見てください、ここにドラゴン、竜がいますね。これドラゴンね、竜がいます。いる、だから竜がいるから、うん、燃えなかった。あ、な、本当に？そうなんです、竜が火事から守る。あ、なるほどっていう話。あ、それなんか言ってたかもしれない。そうだから残ったんだ。だから残ってて、そう、燃えなかったんだって。燃えなかった、竜が守ってくれたっていうことです。この1759年に大きな火事があったけど、うん、燃えなかったもんですね。最後はさっきの場所に戻って抹茶を飲みました。今からお茶を、抹茶をいただきます。とっても綺麗です。お抹茶が来ました。お抹茶なんかちょっと静かモード。はい、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございましたとっても楽しいツアーなので、皆さんもコロナウイルスが終わったらかな遊びに来てください。遊びに来てね、はい、でも今バーチャルでもやってますね。あ、そうです、そうです。来れる前は今度は、バーチャルでやります。だから教えますね。そう、うん、だからまた来週見てください。ありがとうございました。ありがとうね。はい。ありがとう。